こんにちは、メルルーサ丸岡です。はい、皆さん Mac を使っていく中で間違って必要なデータを消したことってありませんか？私はたまにやらかします。例えば動画のファイルであればこの SSD に直接記録して編集が終わったら必要なデータだけを移してこの SSD っていうのは空っぽにしてしまうんですね。そんな運用の中で気をつけてはいるんですけどめちゃめちゃやってしまうのがまだデータを移していないのに消してしまうとか、あるいは編集前の動画が残っているのにもかかわらず消してしまうとか、やらかしてしまった時はもう1週間ぐらい立ち直れないですね。でですね、今回はそんな時に役立つデータ復旧ソフトの案件動画です。消してしまったりだとか消えてしまったりしたデータを復旧してくれるというアプリがいくつかあるんですけど、メーカーさんの方から提供という形でですね、 EASUS データリカバリーウィザード4 Mac Pro というものを試す機会をいただきました。実際にですね、私のこの自前の SSD をですね間違えて消しちゃった体で中身を空っぽにしてみてどの程度復旧できるのかというのを試していこうと思います。実はですね、まだ私一度もこの EASUS を試していません。どんな結果になるのかというところをですね、私と一緒に見届けていただければかなと思います。よければ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。はい、というわけでこちらが私の MacBook Pro といつも使っている SSD ですね。今回使うのはこの SSD のケースの中に入っているサンディスクのね、結構有名なやつです。特に特殊な SSD というわけではなくて一般的に売られているものですね。はい、こちらが今回試していく EASUS データリカバリーウィザード Pro。 今回私が試すのは Mac 版なんですけども Windows 版もあるみたいです。項目を見ていくとディスクだったり SD カードだったり起動できない Mac のデータ復元も対応していますよと。起動していない Mac については今回持ち合わせていないので試せないんですけれども、今回やっていくのがこちらの SSD ですね。 Ninja 5というやつなんですけど、映像のレコーダーにね取り付けている SSD の 2TB ですね。はい、でこれを失われたファイルを検索というものを押せばいいわけですね。操作方法はかなりシンプルっぽいですね。ただ今のところですね 1.67TB 中身が入っているのでこの中身をね消してしまおうと思います。はい、では Ninja 5の中身を消していきましょう。結構ね動画ファイルとか、これ消していいやつかな、消していいやつですね。消しますよ。はい、こんな感じで空っぽになったわけですけども、まだゴミ箱の中にあるのでゴミ箱も空にしてしまいましょう。MacOS の中ではこれがもう最終確認ですね。これでゴミ箱を空にするを押してしまうと完全に復元もできなくなります。もうねゴミ箱を空にする動作もね Mac ユーザーなら分かっていただけると思うんですけど、もう反射のようにねここから消してゴミ箱も空にするみたいな流れになってしまっているので意外と見過ごしちゃいがちなんですよね。はい、そんなところでじゃあ実際にこの EASUS データリカバリーウィザードプロで復元してみましょう。はい、 SSD の中身も完全に空っぽですね。ではではこのSSD を選択して失われたファイルを検索してみましょうか。まあ、もう一瞬で出てくるんですね。一応残り時間はまだまだかかるみたいですけれども、さっき削除したファイルのほとんどが出てきてるんじゃないかな。私が自分で保存したこの動画ファイルとかですね、このあたりは全て出てきている感じがあります。こんなに一瞬で見つかってしまうともう削除とはという感じにはなってきますが、じゃあ例えばこのビデオ、はい、ビデオからこちらを開いてみましょうか。うん、はい、こんな感じでこのファイルはプレビューできないっぽいですね。その下のこちらはプレビューできますね。結構完璧な感じですね。これはあれですね、プライムデーの購入品の時の動画ファイルですね。こんな感じで無事復元できそうな兆しが見えてきました。で問題はここからですね、このファイルをじゃあ実際に元の SSD に復元できるのかどうかってところですね。3つぐらい行ってみますか。この2つとあとはプレビューがまだできないこのファイルも選んでみましょうか。この合計 18.7GB を復元してみます。で保存先を選ぶみたいですね。元の SSD に復元してみようかなと。あ、なるほど、元々の SSD がエラーで消えた場合もあるからこの注意マークがついてますね。データを失った場所とは別のストレージデバイスに保存することを強くお勧めしてますね。はい、じゃあ Mac 本体に入れてみますかね。ファイルが復元されていますということで、先ほど選んだファイルの名前ですね、しっかり復元できてたらかなり強いですね。はい、復元が完了しましたということで、じゃあねちょっとファイルをチェックしてみましょうか。ちなみにこの右下のバッテンは私が使っているクラウドストレージのものなので、これはね気にしないでください。ありますね、3つ並んでいます。ちゃんと再生できるんでしょうか。おお、ちゃんと再生されてますね。プライムデーで買ったもの動画の冒頭の撮影ですね。最後の方までしっかりとデータが残っていますね。あ、音もしっかりと残っています。これは素晴らしい。これも
完璧ですね。これあれです、サムネ撮ってる時の。もう一個サムネ出てないから怪しいな。これはちょっと失敗してるっぽいな。あれですね、アプリ上でも再生ができなかったものは実際に復元してみても元通りになってないということですね。なので 100% ではないです。サムネイルが表示されてこのアプリ上でも再生できるやつであれば、試しにこれを復元してみましょう。はい、しっかり復元できてますね。サムネイルがアプリ上で表示されているファイルであれば間違いなく復元できそうです。はい、で現在サムネが表示されていないファイルに関してもまだね一応検索中なんですよ。これもね時間が許す限り待ってあげれば見つかるファイルも多くなってくるんじゃないかなと思います。この短時間でこれだけの動画が復元できているので、かなり優秀なアプリであることは間違いないですね。なので時間はかなりかかるものの復元率としてはかなり高そうです。公式では 97% と言っていたんですが、そのあたりもまあ信頼していいんじゃないかなという印象ですね。はい、という感じでファーストインプレッション的にはねかなり使えるアプリだなという印象です。じゃあこの SSD ですね、何かファイルを上書きしてしまった場合も同じように復元できるのかというところを試していこうと思います。ゴミ箱を空にした後にあやっちまったと気づけた場合にこれだけ復元できるわけであって、その後またこの SSD を使用してしまった場合にもちゃんと復元できるのかっていうところを見ていこうと思います。はい、そんなところで一旦読み込みを中断しまして、この SSD の上に置いちゃいましょう。この新しいファイルの上書きっていうのも元のファイルが復元しにくくなるという話を聞いております。はい、元々の容量が大きいので分かりづらいですが、こんな感じでファイルが入っていますね。この状態で私が欲しいのは1個前に保存されていたファイルなので、しっかりと見つけてくれるのかどうかというのを見ていこうと思います。はい、ではでは検索してみましょう。全然見つけられちゃってますね。ちょっと上書きの量が足りなかったのかな。見つかってくれるのはねすごくいいことなんですけど、もうちょっと意地悪させていただこうかなと思います。はい、というわけでこんな感じでですね、もともと SSD の中に入ってたファイルをめちゃめちゃ複製しまくってですね、 300GB ぐらいですかね、さらに上書きをしてみました。これでね同じように復元できるのかどうかをチェックしていこうと思います。はい、検索が終わって同じようにファイルを見つけてくれていますね。これは相当嬉しい。もしかしたらね結果的に復元できる量は少なくなってきたりはしているのかもしれないですが、こんな感じで、はい、さっきと同じように先頭のファイルだけはねちょっと復元できないみたいなんですけど、他のファイルは全く問題ないような気がしますね。同じですね。はい、というわけである程度ね削除からしばらく使ってしまっていても、少なくとも今私が試した感じだと 300GB 分ぐらい使った後でもある程度の復元は可能です。中にはプレビューできないファイルもあるんですけれども、例えばこのファイルを選んでですね復元してみましょう。はい、さっきと同じようにしっかりと復元することができました。はい、ではさらにですね、先ほどはこの SSD から消去してゴミ箱を空にしたんですけれども、今度は Mac のディスクユーティリティを使ってフォーマットしちゃおうと思います。もう新しい SSD として生まれ変わってもらって、その上で復元が可能なのかどうかというのもチェックしていこうと思います。フォーマットが完了しました。これで復元できるかどうか見ものですね。ではこのフォーマットした SSD を検索してみようと思います。あ、フォーマットしてしまうとさっきのように一瞬で動画ファイルが見つかるっていうことはないですね。こんな感じで今のところは見つかってないですね。これちょっとね終わるまで待ってみようと思います。はい、というわけであれから数時間が経ちまして、結果の方をお伝えしていこうと思うんですが、まずですね最初にお見せした通り SSD の中身を消してしまって、なおかつゴミ箱も空にしましたと。そういう状態で EASUS の復元を試したところ、ほとんどのファイルを復元することができました。一部復元ができなかったファイルもあるんですけど、ちょっとねどういう条件なのかまでは把握できていないんですが、ほぼ9割型のファイルは戻ってきました。で2番目にですね、削除してゴミ箱も空にした状態でさらに 300GB ほど上書きですね、元々の SSD に新たなファイルを上書きしてから EASUS を試したんですが、その状態でも1回目にね削除してしまった時と同じレベルで復元をすることができました。まあまあほぼ最初の結果と変わらなかったのかなという印象です。で最後に試したのが Mac のディスクユーティリティで SSD をフルフォーマットですね、完全に新しい SSD にしてしまった場合、この場合なんですけど残念ながら動画ファイルは戻ってきませんでした。最初のね時間表示が22時間で出てたんですけど、実際には数時間で完了したんです。
ですけども、例えば私が普段使っているようなレコーダーだったりカメラだったりだとか、そういった機材の簡易的なフォーマットであれば問題ないかもしれないですが、 PC 上で行う完全なフォーマットですね、いわゆるフルフォーマットというやつをやってしまうと、まあ、かなり厳しくなってくるのかなという印象でした。今回の私の動画ファイルと私が使っている SSD の環境ではこのような結果になったんですが、またねお使いの機材によっても変わってくるんじゃないかなと思いますし、有料プランの場合は EASUS 側でですね技術サポートとそれから30日間の返金保証をしているので、自分で試してみてファイルが戻ってこない場合にも技術サポートに問い合わせたりだとかね、条件が当てはまれば返金してもらうことも可能なのかなと思いますので、自分でやらかして削除してしまった場合だとかファイルが壊れてしまった場合ですね、今回の EASUS データリカバリーウィザード4 Mac Pro の存在をですね覚えておいていただければ何か役に立つのかなと思います。で今回この EASUS データリカバリーウィザードに関しては無料版もあってですね、かなり機能は限られてくるし、復元できるのも合計で 2GB までだったかな、そんな感じで無料でね使うこともできるので、よかったら一度試してみてください。すでにやらかしてしまっているよという方はですね、返金保証とか技術サポートがあったりするので、よければ下の概要欄から有料版もチェックしてみてください。プランとしてはですね、先ほどお伝えしたフリー版と、それから1ヶ月ライセンス、だいたい1万2000円ぐらいですね、それから1年間ライセンスが約16,500円、永久ライセンスが約23,000円という感じで、用途に応じて使い分けるのがいいんじゃないかなと思います。個人的にはですね、データ復旧ってそんなに何回もやるものじゃないと思うので、何かあった時に1ヶ月版ライセンスを購入するのが一番賢い使い方なのかなとは思いますね。差額数千円で1年ライセンスにもできますし、永久ライセンスもねちょっと高いですけどあるので、ご自身に合ったプランを選ぶといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はデータ復旧ソフトはねちゃんと使えるのかというところで EASUS データリカバリーウィザード4 Mac を試してみました。個人的には予想をはるかに上回るレベルでしたし、逆に言うとねこんなに簡単に復旧されてしまうんだというところで、 SSD とかね SD カードとかそういったメディアのね捨て方っていうんですかね、処分の仕方も然るべき方法を取らなければいけないなと勉強させていただきました。大事なデータとかね個人情報とかね簡単に復旧できちゃいますからね。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで Apple 製品とそれに関するソフトウェアの話もね最近はちょくちょくしておりますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。それと今回の動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるーさまるおかでした。バイバイ。